皆さんこんにちは。今回はメルカリで面白そうなものを見つけましたので、こちらを使用して刺繍をしていきたいと思います。じゃーん。その名もドラえもんいつも一緒のもこもこ刺繍ポーチの回。こんな感じのポーチが自分で作れるみたいです。かわいいですよね。ポーチとか作ったことないんでできるか不安ですが、作ってみたいと思います。入っていたものはプリント済み布、無地布、刺繍糸、接着芯、ファスナー、あとは作り方の説明書です。フリーステッチングニードルの道具は入っていません。説明書、文字がぎっしりですね。頑張って読み解いてポーチを完成させます。早速作っていきます。刺繍枠は12センチを使用します。布が緩みにくい内側にエッジのついた刺繍枠です。刺繍糸はこんな感じです。いつも100均の刺繍糸を使っているのですが、付属の糸は光沢があり、とっても綺麗です。糸一つで作品の印象って変わりそうですね。刺繍はこちらの道具を使って作っていきます。これはキットに入っていないので、ご自身でご用意するものです。3本取りで目盛りは5です。フリーステッチング専用のスレダーを使用して糸を通していきます。付属の説明書を見るとわかるのですが、針先の穴からもう一度糸を通していきます。これで準備 OK です。早速作っていきます。説明書によると、まずはバックステッチで縁を2周します。後ろから糸を抜いて、あとはプスプス刺していきます。2周したので、生地を裏面にしていきます。裏面をループステッチで刺していきます。モコモコの隣を刺すのが難しいです。
終わりました。表を見てみましょう。かわいい。縁をバックステッチ刺したので、黒い線がループステッチに埋もれることなくいい感じに刺せてます。こんな感じで全てのパーツを刺していきます。すべて刺し終わりました。表を見てみましょう。素敵ですね。自分でこんなに可愛い刺繍ができちゃうと感動しますよね。では最後にこの刺繍を可愛いポーチに変身させます。3、2、1、完成です。ミシン持ってないので、こちらはすべて手縫いで作りました。自分でも感動しちゃうほどの出来栄えで、お裁縫って楽しいですね。ポーチのね、中布まで作れたんですよ。ウルトラ裁縫初心者の私にはこれができたことがすっごく嬉しいです。裁縫上手もすっぽり入っちゃうぐらいのポーチです。何を入れて持ち歩こうか考えちゃいますね。ほんと、とっても簡単に可愛いポーチが作れちゃいます。この動画を見て少しでも作ってみたいなって思ってもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。